こんばんは入山明子です3月7日月曜日入山明子のつれづれ日記今日は自宅事務仕事と美容室に行ってきました久しぶりにカラーをしてこれまでよりも少しだけ明るい色に挑戦しました カットもしましたけれどもほとんど長さが変わりませんそして今日は桜 FM さんに穂口雄介先生が出演ということで聞かせていただくことができました皆様もお聞きいただけましたでしょうか人生七曲がりまだまだしっかりと頑張らなければいけないなというそんな気持ちになっています さあそれでは皆様のコメントにお返事を返させていただきます小田切隆さんです、えー、入院中の病院からコメントスタンプいただきましたありがとうございますリハビリが順調に進んでいる様子で、えー、ほっとしながら無事を祈っていますまた元気に再開できること楽しみに待っています 柴谷とみこさんですえー、ありがとう楽しい1時間をやっぱりなぞなぞは苦手やばでも皆さんのおしゃべりが楽しくて聞いているだけでもありがとうございましたと柴谷とみさんありがとうございますえー、一緒にご参加くださってみんなでつながれるという時間はとても貴重ですし楽しい時間でしたありがとうございます平川忠勝さんです楽しい時間を過ごすことができました また開催してください今度は回答いたします平川さんぜひご参加くださいねなぞなぞお分かりになったらパッとこう書いていただくと何か、えー、グッズをプレゼントしたいなと思います海外からもコメントいただきましたありがとうございます中垣さんですこんばんは素敵ですねお疲れ様でしたコロナに気をつけてくださいませおやすみなさい またなといただきましたいつもまたなぁで締めてくださいます加藤敦子さんですあきこさんこんばんは楽しい時間をありがとうございました1時間は早いですね皆さんのチャットはウィットが効いて楽しいですね明日も元気な笑顔の1日になりますようにおやすみなさいリラックマちゃんがおやすみなさいと寝ていますほんと皆さんのあの 一言一言がウィットに飛んでて面白いですよね。私もいつも笑わせていただいてます。楽しかったです。加藤兼久さんです。こんばんは、きこさん。先ほどはつれつれ生ライブお疲れ様でした。皆さんのやり取りを聞いているだけでも楽しかったです。明日もいい一日になりますようにおやすみなさいといただきました。兼久さんありがとうございました。 えー、皆さんとこう一緒に会話ができるのを見てるだけでも確かに楽しいですよね西山秀子さんですあきこさん皆さんこんばんはずれずれライブ本当に楽しかったです明日も笑顔で元気で素晴らしい一日をお疲れ様でしたおやすみなさいといただきましたあれ一日は入ってないけど勝手に作っちゃいました ひでこさんもブラジルからご参加ありがとうございますご主人様京一さんも一緒に入ってくださってとても楽しかったですねまた計画したいなと思いますのでぜひご一緒ください金ちきさんですうさちゃんのスタンプいただきましたありがとうございますそして矢沢英吉さんのこれ何かの漫画ですねお疲れ様ですとビール片手に <laughs> スタンプです 近藤さんです。入山さん、おやすみなんしといただきました。ありがとうございます。沖島晴美さんです。あきこさん、こんばんは。つれづれライブ参加できませんでしたが、後で見ることができて、参加している気分で楽しかったです。脳トレ、早口言葉、見やすいようで難しいですね。お疲れ様でした。今週も元気な笑顔で舞い上がってくださいね。おやすみなさいといただきました。ありがとうございます。 本当にあのすぐできそうでできなかったり、言えそうだなと思っても言えなかったり、いろいろですね。ハルミさんも見てくださったんですね。アーカイブ。ありがとうございます。笠原茂人さんです。おはようございます。飲んで夕食終わってゴロっとしたら沈没でした。<laughs> どうもすみません。今週も健康安全第一で頑張りましょう。今日もよろしくです。といただきました。 あ眠ってらしまわれたんですね。いらっしゃらなかった残念でした。島林さんですおはようございますああ YouTube ネーム島と林でトーリンさんだったんですね。トーリンさんうわご一緒してくださってありがとうございます。早口言葉苦手な分野でした。えー、そうですか 言えなさそうで言えなかったです」というコメントは当トンさんだったんですね。ありがとうございました。塩田さんです。超美人のあなたと一緒に世界平和を願っておはは。ほです。世界平和をもう願いたいですね。えー、早く平和になってほしいですよね。えきなかさんです。おはようございます。といただきました。 金崎真希子さんです。あきこさんおはようございます。つれづれライブ見ましたよ。早口言葉割と言えて嬉しかったです。皆さん楽しんで私も参加してるみたいでした。今日も充実した一日でありますようにファイトといただきました。あ真希子さんやってみてくださったんですね。えー、早口言葉割と言えたというのは素晴らしいですね。今日のアバターは目がクリクリ開いてますね。可愛らしいです。 ありがとうございます森沢隆さんです入山さん皆さんおはようございます昨夜のつれずれライブはノートレ早口言葉謎なぞなぞそして皆さんとのキャッチボールがとても楽しかったです次回のつれずれライブも楽しみにしています今日も元気に笑顔でご活躍くださいえそうなんですよ今月もう一度つれずれライブやりたいなと今計画中です またお知らせしますので、ぜひご一緒ください。ウィットに富んだ言葉が森沢さんも面白かったですね。東山さんです。おはようございます。素敵な一日をお過ごしくださいねといただきました。ありがとうございます。荒川清澄さんです。グッド。<laughs> こちらスタンプいただきました。ありがとうございます。さあ、それではアメブロに 返事を返したいなと思います。今日はブログを朝更新しました。そちらにいただきましたコメントです。あ、みつこさんです。あきこさん、昨日のライブすごく楽しかったです。アーカイブで何回も見ています。毎月してほしいくらいです。あきこさんはきつくて大変ですよね。うん、そんなことないですよ。楽しいですよ。 こんなに体によくて参加型のライブは健康になって若返ります。そうですね。皆さんにも優しくしていただき嬉しいです。あきこさん、皆様ありがとうございました。明日も笑顔の一日でありますように。本当にあのライブは皆さんと一緒につながれて、いろんな言葉のこのキャッチボールも面白かったですね。えー、みつこさんまた今月終わりに、 したいなと思ってるんですがまた日程が決まりましたら皆様にお知らせしますのでぜひご一緒してくださいね6番さんですお疲れ様です今週もよろしくお願いいたします律儀なご挨拶ですいつもありがとうございます玉ねぎけんさんこんにちは昨日はハードな脳トレでした <laughs> ハードでした確かにみんなと一緒で楽しかったです 最初はできなくても毎日続けることが大切ですよね、と書いてくださってます。そうなんですよ、これが毎日やっているうちにあの、だんだんとできるようになるんですよね。そうするとやっぱり嬉しさが違いますね。千葉県出身田舎町さんです。寿命を伸ばしたいですね。そうなんです、寿命を伸ばして、それも健康で寿命が伸びるという健康寿命を伸ばしたいですね。 で PPK ですからピンピンコロリで参りましょう管理人森沢さんですつれづれライブお疲れ様でした PPK ピンピンコロリ目指して100歳まで健康でハツラツとした毎日を送れるよう脳トレしながら頑張りますいいですねほぐちゆうすけさんが出演される桜 FM 楽しみですねお聞きいただけましたか もうあの本当に素晴らしい色々な曲を聴かせていただいたりえ音楽への熱い思いを聴、えー、かせていただいてとてもためになりましたね人生七曲がり義理と情けと愛を乗せて対岸成就ありがとうございますこちらこそありがとうございますです新潟さくらさんですおはようございます久しぶりにライブ無事参加できました 8時が少し回った頃気がつき急いで入りました早口言葉皆さんお上女だとかあとクイズ私は全くひらめきませんで皆さんの答えを見てああなるほどと思ったくらいですまた参加したいと思います車には少し雪が残っていましたが、えー、晴れています今日も穏やかに過ごせる一日でありますように そうですねまだ新潟や東北の皆さん雪がありますものねえー、もう少し春までちょっと辛抱ですねのれねこにゃんにゃんさんですおはようございます健康寿命を伸ばしたいですねマグマ大使って懐かしいどんな内容の漫画だったか記憶がないんですけど懐かしいな苦<笑>,笑いされてます 野良猫ニャニャンさん私もマグマ大使ってどんな内容だかが全然想像つかないんですけどあのたこの名前だけ知ってるというかそうなんですよねマグマ大使のマママ,ママグマ大使マグマ大使のマママ,ママグマ大使 <laughs> やっぱりあんまりよく言えないですねさあそれでは昨日の YouTube のコメントの方返したいなと思います えー、チャットの方はね。ずっと今日も残っています。けれども、チャット見るのも楽しいですね。さあ、それではコメントです。元はてるじさんこんばんは。明日は仕事で早起きなので途中で失礼しますがよろしくです。えー、もうもちろん大丈夫ですよ。仕事優先ですからえー、ご一緒していただけると本当嬉しいです。ありがとうございます。毎日東久留米さん。 あきこつれつれライブ配信お疲れ様でしたあきこさんやリスナーの方々に癒されました明日への活力源となっていますねええー、毎日東久留米さんいつもお気持ちいただいてありがとうございますいつなんか楽しく皆さんと過ごせるこのライブすごく楽しみですね次回もいつにしようかなと今計画しているところです スケジュールがもう少し決まってきたらあの入れたいなと思ってます。しましまチャンネルさんおめでとうとあります。ありがとうございます。丸2年経ったということで3月の4日で丸2年。早いですね。両銀るさんです。2周年おめでとうございます。 楽しい時間ありがとうございました。私には珍しく商品までいただくことになり、とても嬉しい一日になりました。ありがとうございました。とあります。両銀さんすごいですね。2位でしたからね。おめでとうございました。さあ、それでは今日は、えー、7日、本当にゆっくりと過ごせる一日でした。明日日日は、えー、日曜日にありますイベントの 打ち合わせに出かけていきますそして午後からもまた自分のメンテナンスで、えー、美容をネイルをしてこようと思っています。今週はそういった自分にかける時間も取れそうで、えー、あと歌も毎日歌いながら人生七曲がりギリと情けと愛を乗せて、えー、早く動き回って 多くの皆様にお届けしたいなと思いながらイメージしていますきっとうまくいく、えー、そういうポジティブな思いで今夜もゆっくり休みたいなと思いますそれではまた明日元気にお会いいたしましょうおやすみなさい